以前営業していたスカイドリーム福岡と現在営業中のスカイホイールショッピングゾーンとスカイホイール西福岡マリーナマリノアシティ福岡は福岡市西区おど2丁目にある九州最大級のアウトレットモールである FJ 都市開発株式会社により2000年10月にオープンした2004年7月にアウトレット2棟部分を2007年9月に アウトレットスリームネ部分をそれぞれ開業した。結婚式場やヨットハーバー、西福岡マリーナに隣接する施設の外観は海の鳩場を連想させ、マリノアシティ、福岡全体が立地を生かした開放的な作りとなっている。アウトレットショッピングのほかリゾート施設としての利用者も多い。ショッピングゾーンにはベビーザーラスやスポーツデポ、ユニクロなどが 大型テナントとし入居している。また、施設内にスカイホイールという高さ60メートルの観覧車がある。2001年にスカイホイールの隣接地でエヴァー・クリーン・マリノア・ホテルが運営する日本最大の高さ120メートルの観覧車スカイドリーム福岡が開業した。このため、大小2つの観覧車が双子城に隣接するという珍しいスポットであった。しかし、 スカイドリーム福岡は2009年9月26日をもって観覧車の営業を終了し、現在はマリノアシティ福岡の所有するスカイホイール1機の営業となっている。隣接する西福岡マリーナは福岡マリノア海の駅として国土交通省より海の駅に登録されている。また西側は博多湾に面している。マリノアシティ福岡では 会員カードとして F、ジョイカードを発行しており、100円の利用で1ポイントが貯まり、500ポイントで500円のお買い物券と交換というシステムとなっている。発行手数料100円、期限は最終利用日から1年間有効となっている。従来発行されたマリノアシティカードも有効期限内であれば引き続き利用が可能。また、この F、 ジョイカードは、キャナルシティ博多、リバーウォーク北九州、コノハモール、橋本の3施設との共通ポイントカードとなっている。また、ベッド特典のついた、クレジット機能付きの F ジョイビザカードも発行している。ありがとうございます。